こちらはですね、本当に私の人生クリームとなっていまして、今回のスキンケアセットの大目玉、大人女子にぜひ使っていただきたいエイジングケアクリームとなっています。 こんにちは、かよです。ついに、明日8月31日土曜日、夕方5時から9月12日水曜日まで、秋の9点目がわりが開催されます。今までの目がわりは夜中の0時にオープンだったんですけれども、サーバーが繋がりづらく、お買い物が大変だったという声を反映して、なんと今回からは8月31日土曜日、夕方5時からのオープンに変更されました。そして今日の動画は、アロマティカかよ9点目がわりスキンケア セットの詳細レビューをしていいいきたいと思います今回もスキンケアセットで新発売となる新作のクリームや8月31日と9月1日2日間で使える限定のクーポン情報ライブのプレゼント企画などもたくさんのイベントをご用意いたしましたのでぜひ最後まで楽しんでいただけると嬉しいですでは早速始めていきます では早速、今回の9点目代わりアロマティカカヨスキンケアコラボセットの内容を紹介していきます。一つ目はこちら。バイタルライジングローズマリー弾力クリーム。二つ目、バイタルライジングレチノール弾力アンプル。そしてここからはおまけとなり。三つ目、バイタルライジングローズマリーコンセントレイテッドエッセンス100ミリの原品おまけ。四つ目、新作のバイタルライジングローズマリーポアクリアリングフォーム150ミリリットルの原品おまけ。そして五つ目は こちら、オレンジクレンジングシャーベット 90g が先着3000名様に現品プレゼントとなります。こちら、先着プレゼントを入れた計5点の定価が15,510円のところ、コラボ価格で6,242円となり、そこからメガり20%クーポンとショップクーポン5%を適用して、なんと実質69%割引の4,744円となります。 こちらの5点で4744円と、なんと1つ950円を切るお値段設定となっておりますので、今までのアロマティカスキンケアコラボ史上、本当に最安値の原価割れレベルのお値段まで頑張っていただきましたので、ぜひぜひ先着プレゼントがなくならないうちに、カヨンの皆様にゲットしていただければなと思います。そして、またなんとここから、8月31日土曜日、3時から開催予定のアロマティカカヨンの YouTube ライブ、インスタライブ、 ライブにご参加いただいた方限定で8月31日土曜日5時から9月1日日曜日限定で使える7%割引のショップクーポンもご用意させていただきました。メガ割20%クーポンとライブ限定の7%クーポンを併用することでなんとこちらの5点最大70%割引の4644円でご購入いただくことができます。 そしてまたさらにですね、今回もアロマティカカヨの YouTube ライブ、インスタライブにご参加いただいた方の中から、ライブ中にコメントを残してくださった YouTube15 名様、インスタ15名様と、計30名様のカヨンの皆様に、こちら、新作のグロービタオイルインジェルクレンザーオレンジネロリを原品プレゼントさせていただきます。 今回も先着プレゼントや日付限定のクーポン、ライブイベントなど盛りだくさんの企画をご用意させていただきましたのでぜひ8月31日から9月1日までの限定で使える最安値のショップクーポンをゲットしていただいて皆様にスキンケアセットお試しいただければなと思います。では早速一つずつの商品のレビューをしていきます。まずはこちらアロマティカバイタルライジングローズマリー弾力クリームです。こちら今までの Vlog やスキンケア動画 でたびたび登場していたんですけれどもなかなか情報の公開ができず早くカヨンの皆様にこちらの詳細情報をお届けしたかったんですけれどもこちらはですね本当に私の人生クリームとなっていましてもうこちらはですね実は開発の時点からずーっと数ヶ月間毎日欠かさず愛用していたんですけれども今回のスキンケアセットの大目玉大人女子にぜひ使っていただきたいエイジングケアクリームとなっています こちらの革新成分はですね、共同開発したローズマリーの弾力アンプルと同様に、お肌に刺激の少ないレチノール誘導体、ペプチド、アクアセラミド、コラーゲンアミノ酸、ローズマリーオイル、ローズマリーヒアルスクイットなどが配合されており、ローズマリー本来の抗酸化力をしっかりと実感できながら、毛穴ケア、弾力ケア、夏広がってしまったり、たるんでしまった毛穴や、紫外線ダメージなどで疲れてしまって弾力や張りの低下を感じている、大人 女子のお肌悩みを一気に解決してくれるようなデイリー使いできるエイジングケアクリームとなっています。 こちら、ローズマリーの弾力アンプルにも含まれている低刺激のビーガンレチノール誘導体を0.01%配合しておりお肌に刺激となりやすい純粋レチノールを安定化させて弾力の低下を予防してくれるような効果が期待できますので毎日のレチノール貯金としてもぴったりのクリームです。それ以外の成分ではアカシアペプチドやパルミトイルトリペプチド5などのペプチド成分はコラーゲンの促進をサポートして老化や紫外線ダメージなどで広がってしまった毛穴を キュッと引き締め、張り感のあるキメの整ったお肌に整えてくれます。その他、ローズマリースクイットという成分は、水分の多いローズマリーからヒアルロン酸の分子を圧縮脱水した成分のこととなり、お肌を内側から水分でギュッと満たしてくれるような効果があります。 テクスチャーはこっくりしたクリームタイプながらも、油分感のようなベタつき感はなく、スルーッとシルキーにお肌に馴染むタイプです。重たさがなく、薄い保護膜のベールを覆うようにピタッと密着して、長時間もっちりすべすべした保湿感が続きます。香りは本当に上品な強すぎないローズマリーの香りに癒されます。こちら、一番最初の開発の段階にテストのサンプルをいただいた時から、もう使った瞬間にですね、本当に好みのテクスチャーだったというのと、 香りがものすごく良かったので発売をずっと楽しみにしていました。使用感や効果の部分でもしっかり保湿感とか栄養感があるテクスチャーながらも栄養クリーム系によくあるペタペタしたり油分感が多すぎてぬるっとしてしまうような重たさとかベタつき感というのが一切なくスルーとスベスベした塗り心地になりますので朝のメイク前にも使いやすいというのも嬉しい点でした。本当にこのクリームだけでも張り感とかですね弾力感とかピーンとお肌が張ったような感じ しっかり実感でできるんですけれどもやっぱりこちらのローズマリーの弾力アンプルと併用してあげることでお肌の張り感とかふっくら感より一層実感いただけるかなと思いますのでぜひローズマリーのライン使いをしていただくときにはこちらのエッセンスでお肌を整えた後に弾力アンプルを使っていただき最後にローズマリークリームで仕上げをするというような形でぜひ抗酸化ケア、毛穴ケアの集中エイジングケアシリーズとしてライン使いしていただければと思います 続いてこちら、アロマティカバイタルライジングローズマリー弾力アンプルです。前回の目代わりでもたくさんの家用にお試しいただきまして、リピ買いした人生アンプルとなった。レチノールは刺激があって使いづらいけれども、こちらのアンプルはデイリー使いできて嬉しいなど、たくさんの嬉しいレビューをお寄せいただきまして、本当にありがとうございました。こちら楽天のローンチ販売の時にも話題になって、なんと韓国コスメランキング1位を受賞することができました。こちらはアロマティカと共同開発で作らせていただきま いただきました大人女子のためのデイリーに使えるレチノール美容液となっています。 先ほどのクリームと同様にお肌の弾力感やハリ感の低下が気になる方、毛穴の悩みがある方、揺らいだお肌でもデイリー使いできるようなレチノール美容液を探していた方、ローズマリーの香りに癒されたい方にぜひ使っていただければなと思います。こちらもメインの成分は安定化された次世代低刺激のレチノール誘導体、ペプチド、植物性タンパク質のほか、ローズマリーエキスやローズマリーオイル、アクアセラミド1%やパンテノール3%などを配合して おり毛穴の集中ケアはもちろんのこと。 こじわや弾力の低下とは薄く敏感になってしまったお肌のバリアサポートなどもできるような鎮静ケアからエイジングケアまでできるような美容液になっています。こちらも韓国内の臨床試験では1ヶ月使用することで毛穴の深さ、体積、密度、大きさの40の改善や目の下、頬、ほうれい線と30の弾力改善の結果が見られました。お肌の刺激テストも完了しておりますので敏感肌の方でも使っていただけるような処方になっています。テクスチャーは 少しとろみ感のあるタイプですが、スーッとみずみずしく馴染んで浸透も早く、馴染んだ後はべたつかずに内側から張り感のあるもっちりしたお肌に整います。香りは強すぎず弱すぎずと上品に香るような天然のローズマリーの香りです。いろんなセメスキンケアがたくさん出てくる中でも、敏感乾燥肌の私は、どんなお肌状態の時でも信頼して使えるお守り美容液というのがいくつかあるんですけれども、中でもこちらはその一つとなっておりまして、揺らいだお肌を健康な状態に戻す ようなお守り的要素も入っていながらも低刺激にレチノール貯金もできるような攻め要素まで入っておりますのでやっぱりいろいろな美容液を試す中でもこちらは欠かせない美容液となっています。何よりも本当にローズマリーの天然の香りに癒されるという点ではスキンケアの中でもですね群を抜いて香りの部分は第一位かなと個人的には思っています。開発から約1年間ずっと使い続けているんですけれども今年39歳のアラフォーのお肌もですねキメが整う感じお肌がつる つるつと滑らかになる感じなど使い続けることでより一層実感しておりますのでどんどんとローズマリーのシリーズが増えてきているのが個人的に嬉しいですお肌に合ったレチノールアイテムを無理のない範囲でコツコツと続けていただくことでお肌の老化速度もですね少し緩やかになっているような感じを実感しておりますのでぜひカヨンの皆様もエイジング系アイテムの一つとしてこちらお試しいただければなと思います続いてこちらアロマティカバイタルライジングローズマリーコンセントレイテッドエッセンスですこちら ですね化粧水としてはもちろんのこと、化粧水の前段階のブースターのようにして使ってあげても、その後のスキンケアの浸透がググンと良くなりますので、お肌の土台を整えてあげるような、抗酸化ケアのエッセンスとなっています。こちらのローズマリーエッセンスは、アロマティカが直接選別した、モロッコ産のローズマリーの歯を低温で48時間ゆっくりと抽出して、有効成分の破壊を最小化して、なおかつ効果は最大に発揮できるような、ローズマリーの歯エキスを70 配合しましまた。こちらはですね、本当にローズマリーのエキスのみで作られていますので、香りとか色も濃い、ウォータータイプのエッセンスとなっておりまして、敏感なお肌でもですね、安心して使っていただけるようになっています。こちらも韓国の臨床試験では、抗酸化効果が85.9%、お肌のキメ改善効果では、2週間で107.5%、ツヤ改善は直後で102%改善、そしてインナードライの改善効果では、2週間で107.5%、 透明感に関ししてては2 102.5%週間でアップといいう結果が出ていました。テクスチャーはシャバシャバした水タイプです。馴染ませると少しブースターのようにスルッと滑らかな感じがありながらお肌にスーッと浸透します。香りは少し濃い上品なローズマリーの香りです。こちらはですね、アロマティカの中でも本当にファンが多いアイテムとなっておりまして、リピ率もかなり高いそうです。こちらもですね、長期間使っていただくことでお肌のくすみとかトーンがパンと明るくなっ なったり、キメがツルツルと整うのを実感できますし、セメスキンケアはお肌に刺激となってしまうという揺らいだ。お肌状態の時でもこちらのローズマリーエッセンスを使っていただくことで、優しく健康な状態に整えながら、トーンアップとか抗酸化ケアができるようなタイプになっておりますので、お肌の土台作りとしてですね。普段のスキンケアにプラスしてあげるのがすごくいいかなと思います。特に集中的なケアがしたい。という時はコットンにたっぷりと取って、ゆっくりとコットンパックをしてあげたり。贅沢。 首元とかデコルテ部位までですね、コットンパックをしてあげると、本当にパンとくすみが飛んで、ふっくらした滑らかなお肌に整いますので、ぜひ紫外線をたっぷりと浴びてしまったダメージ肌にですね、ローズマリーのエッセンスで集中抗酸化ケアしてあげるのもおすすめしたいです。続いてこちら、バイタルライジングローズマリーポアクリアリングフォームです。こちらはですね、2024年8月に新しく発売された、 ローズマリーシリーズの新作の洗顔フォームです。こちらもですね、実は数ヶ月前からサンプルでずっとお試しさせていただいていたんですけれども、もう本当にお世辞抜きで、私の人生史上ナンバーワンの洗顔フォームとなりまして、毛穴汚れ落ち、泡立ち、低刺激、洗い上がりの保湿感、コスパの良さと、どれをとってもですね、今までの洗顔史上最高すぎて、 絶対にこれはコラボに入れてほしいとお願いさせていただいた私の一押しの洗顔フォームです。こちらメインの成分は小粒なローズマリーの葉がスクラブ状でですね、洗顔フォームの中に入っているんですけれども、そのローズマリーの葉がですね、お肌の角質とか、キメをつるんと整えてくれます。その他に毛穴汚れに関してはグリーンクレイ成分、保湿感に関してはパンテノールやセラミド、ヒアルロン酸などが配合されています。こちらも臨床試験では1回の使用で毛穴の老廃物を マイナス96.1%減少毛穴の面積に関しては -12 4。.4% 減少 pm2.5 の洗浄力は98 9。.9% と目に見えない。汚れから毛穴汚れ、そして毛穴ケアまでしっかりとできるような洗顔フォームになっています。テクスチャーはローズマリーの歯とグリーンクレイが配合された。こっくりしたタイプです。少量で泡立ちがかなり良くローズマリーのハスクラブが入っていますが、かなり小粒で泡立てて洗うとつぶつぶの刺激感はほぼ気にならない程度です。 香りはローズマリーな自然な香りで洗い上がりもさっぱりしながらしっとり感もあります。こちらはですね洗顔後さっぱりした使用感は好きだけれどもキュッキュッキュッと突っ張るぐらいの油分感が全部取られてしまうようなのはちょっと苦手という方やフェイススクラブなので特別なケアをしたいけれども面倒でなかなかできないという方スクラブは刺激が強くて苦手という方にぜひぜひ試していただきたいアイテムです。こちらはですねもうさっぱり感としっとり感のバランスが本当によく取れていまして 万人受けけすすするるようなななな使用感感感かかとと思思いいいいいままののででお肌タイプ問わず洗い上がり爽快感を実感いただはちなみに私は敏感乾燥肌で、旦那が油たっぷりの姿勢肌なんですけれども、私も旦那もですね、春から夏まで毎日のようにずっと使ってきたんですけれども、お互い乾燥が気になったり、ヌメっとした感じが気になったりということも特になく、肌タイプ全く違う私たちが、この洗顔本当に最高だねと気に入りの洗顔となりました。毛穴汚れが特に気になるというと は前回のコラボで入れさせていただいたローズマリーのオイルでですね、毛穴をくるくるくるとマッサージしていただいたり、あとはこちらの洗顔でしっかりと泡立てながらも小鼻の部分をですね、ローズマリーの歯のスクラブ部分で少し優しくくるくるくるとマッサージしてあげることで毛穴の黒ずみとか角質、毛穴汚れがですね、本当にさっぱり綺麗につるんとなりますので、ぜひ毛穴のお悩みがあるという方に試していただきたい洗顔となっています。 そして最後はこちら、アロマティカオレンジクレンジングシャーベットです。アロマティカといったらやっぱりこちらのオレンジクレンジングシャーベットが代表アイテムかなと思います。カヨンの皆様もですね、もう一度は使ったことある方が多いかなと思うんですけれども、これから秋冬乾燥が気になる季節にはですね、やっぱり絶対必要になるこちらのオレンジクレンジングシャーベットが、なんと太っ腹先着3000名様に厳品プレゼントとして付けていただくことができました。こちらはどんな方におすすめかというと、乾燥 肌、敏感肌、メイク落としの摩擦が気になるという方、人工的な香りが苦手という方にですね、ぜひぜひ使っていただきたいクレンジングバームです。こちらはダブル洗顔がいらないタイプとなっておりまして、洗い上がりしっとりとなりますので、これから季節の変わり目とか乾燥が気になる季節でもですね、うるおい感を残しながらしっかりと洗うことのできる美白ケアのクレンジングとなります。 テクスチャーはとろけるバターのような柔らかい固形タイプです。濡れていない顔にマッサージしながら馴染ませるとお肌の温度でじゅわーっと優しく溶けていきます。香りは自然なオレンジの香りです。こちら洗い上がりのしっとり感や自然なオレンジの柑橘系の香りというところもお気に入りのポイントなんですけれどもこちらもですね、ローズマリーのクレンジングオイルみたいな感じでですね、毛穴汚れとか角栓のケアもしっかりとできながら洗うごとにお肌のトーンがパーっと明るくなるのを実感いただけるメイク落としになっています。 よりさっぱりと濃いメイクも一度ですっきりと落としたいという時には、ローズマリーのクレンジングオイル、日焼け止めだけや軽いベースメイクをしっとりと落としたいという時には、こちらのオレンジクレンジングシャーベットとメイクの濃さやお肌状態に合わせて使い分けていただければなと思います。では、ここまで明日8月31日土曜日5時から始まる、9点目代わりアロマティカカうスキンケアセットの詳細を紹介させていただきました。アロマティカのヘアケアセットやボディケアセットは、 4日から始まる楽天スーパーセールの方でこちらも本当にお得な価格でこれからの季節にぴったりな火曜一押しのアイテムで構成させていただきましたので詳細レビュー動画につきましては9月3日火曜日の9時にアップしていきたいと思いますので ぜひこちらもお見逃しのないようにチェックしていただければと思います。今回も新発売のローズマリーのクリームやローズマリーの洗顔フォームなど新作アイテムを含むローズマリーシリーズが最安値でお試しいただけるようにセット構成させていただきましたので、ぜひ最安値でゲットできる8月31日土曜日と9月1日日曜日の 2日間でぜひぜひゲットしていただければと思います。明日8月31日土曜日3時からはインスタライブ、YouTube ライブと同時に開催していきますので ぜひこちらもたくさんの会案の皆様にご参加いただけると嬉しいです。コラボセットの詳細情報につきましては概要欄や固定コメントなどに記載しておきますので、ぜひこちらも合わせてチェックしていただければと思います。インスタや LINE 公式の方でも最新情報をアップしていきますので、各種 SNS のフォローもお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。